ほで始まりましたもちチャンネルです。さあ今回はですね、そうですね、皆さんが待ちに待った収益公開動画になりますね。まあそうです、やりたかったんですけど、11月に振り込まれた、まあ、10月分のね、収益を紹介することになりますね。さあ果たして10万人のチャンネル、今11万5000くらいですかね、どれだけもらえたのかっていうわけですが、なんでこんな遅いんだよ。11月に振り込まれたら、11月末に振り込まれたら、11月末に振り込まれたんだったらさ、12月の頭にやればいいのにとかね、思ったかもしれないですが、ご存知の方もいらっしゃる通りですね、私炎上してましたからね、こんなのやったらとんでもないことになっただろうなと思ったんで、いや俺のせいちゃう、出せませんでした。まあ炎上の方はね落ち着きましたんで、まあ動画出てますけど、あのね動画が出てた期間の収益公開になるので、また火に油を注ぐ結果なりかねなかったんで出してなかったんですよね。あ、そうですね、これ何回も言いますけど、いいんですからね、振り込まれた額は言って構いませんから、全て隠す必要はありません。もう毎回コメントに行きますけど、いいんです。はい、で次回は年末に出せるかな、年末には年収です。そう、年収を発表したいと思いますので、果たしていくら稼いだのか全部でね。はい、ね、そう、3月100万超えしてよっしゃみたいなね、もうこれで YouTuber 生活いけるぜみたいにね思ったら、コロナの波が来てボーンとね下がったわけですけど、まあそれでも4月は80万2996円という形でね、耐えました。そして、5月は49万8651円でガーンと下がるわけですよ。ここでね、やっぱコロナなんでね、ものすごい広告収入のね単価が下がりました。で6月はね、普段だったら6月って結構高かったりするんですけど、51万9880円で、7月が62万2868円だ。7月でねちょこっと上がりました。で8月また下がって58万2260円。まあこの頃はね動画も強いの出せなかったと、ね、忙しかったんで自分自身が。で9月で75万209円といって取り返すというか、ボンとまた戻った感じですね。まあこれメンバーシップのね始まってるので、その支援のおかげだっていう感じになりますね。でまあ果たしてどうなったのかっていう感じなんですが、そうです、炎上しましたから、だから毎日投稿も止まったわけですよね。毎日一生懸命さ出していたのに、炎上したから出せなくなっちゃったわけですよ。何日か休んだよね、初めて1年10ヶ月以上を毎日出してたのにね、ついにお休みをすることに、メインもサブも休みましたからね。まあ炎上明けは、まあ、再生数ね、このまあ炎上で話題になってるから、まあ低評価めっちゃつくけど、それでも再生数はあったんですけど、まあそれが終わるとまたシューンってなったって感じですよね。まあ11月とか12月の頭なんていうのもだいぶ下がりましたからね、もう再生数とかもねやばかったわけなんですが、ではいくらだったのか。おお、意外、そうなの、あ知らんかった。本当に自分の銀行のこととか見ないんで、この収益公開の時しか見ないので。では下一桁からね、前回あの生放送でやって、下一桁から言わないんかいって言われたんで、はい、いきますね。下一桁は2、次が9、で1、次が6、次が4、最後が7ということで、74万6192円というのが振り込まれた額になります。あんま変わんなかったですね。9月75万、10月のやつが74万6千ですから、おこれはだいぶ良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあさすがに11月はこれほどいかないと思うんでね、良かった、耐えたって感じですかね。あーでもまあ平均再生時間が下がりましたね、だいぶね。まあメインが69万ぐらい、だいたい70万ぐらいですね。サブが5、6万円っていう感じですね。いやサブなんか大変だったんじゃないのこの辺。ああ、サブあれか、日本の博士課程学生激減問題なんだ。ありがとうだと思ってた、炎上後にありがとうございますってやった動画が一番だと思いきや博士課程のやつだった。8分超えてないから間に広告も入ってないのに、あ 4.8 万回いってるんだ。長い動画で出せばよかったですね。でメインチャンネルは一番再生されたのは、そうです、ただよびを辞めることになりましたですね。これです。これがだってこの期間で23万回再生されてて、で多分でも驚いてる人もいると思うんですけど、広告入ってたのってね驚いた方もいるとは思うんですけど、で謝罪動画じゃないですからね。そう、謝罪動画じゃないです本当に。まあもう動画出てるんで分かってるんですけど、被害者なのにめちゃくちゃこれ叩かれるのに冗談じゃないと思って、まあせめてもの抵抗です。しかも僕の動画って全部スキップできるようにしているんですよ。あの5秒の
やつってスキップできないじゃないですか。でもそれより長いやつでスキップできるようになりますね。でも YouTube ってなんか15秒とか10秒ぐらいずっとスキップできないで表示される広告ってあるんですよ。で僕全部それオフにしてるんですね。自分がスキップできないの嫌だとか。でもこの動画はその広告も表示されるようになってます。どうせ僕を叩くために来るから、だったらせめてそのスキップできない広告を見ろっていう感じになってます。今年はね、鬼滅の刃の年でしたけど、世間的にね、私にとって誹謗中傷の刃の方が圧倒的にすごかったですけどね。で、2位が意外ですね。筑波大学附属駒場の入試英語にトイック満点講師が挑む。ああ、これだったんですね。まあ、これは本当だ。16万9000回再生されてる。そう、だからこのシリーズもね、炎上しなければもっと盛り上がって続けていけたと思うんですけどね。炎上しちゃったから下火になっちゃいましたね、これもね。かなり離れましたからね、視聴者ね、本当に。で、第3位が今回の炎上についてですね。で、これもひどいね。謝れとか格好が悪いとか態度が悪いとかで、これ謝罪動画じゃないですからね。一切謝ってないですね。そう、謝罪の動画ではありません。許せなかった。うん、平さんもすごかったよね、これね。有名な弁護士さんにどういった動画にするべきかっていうのをね、相談して、あれ喋ってますからね。すごい律儀な方です。で、次が、ああ、これで、はい、大興奮、全盛期の予備校パンフレット。これは良かった。いろんな伝説の講師たちをね、紹介したやつ。これ9万4000再生。で、その次はいよいよ始まります。そうですね、授業動画撮りますよっていうね、お知らせ。ね、皆さん、授業動画見てください、本当に。やっぱね、授業動画ほんと伸びないからね、この YouTube ってね。あれ作んのめっちゃ大変なんですよ、今リスニングのやつね。次は日本一難しい灘高のやつ。あ、また入りましたね、灘高の入試に挑戦ってやつね。これまだね、未だに毎日1位、2位、3位に入ってますからね、再生数すごい伸びてる。で、次がたわしの東大模試結果分析。ああ、はいはいはい。まあ明日ね、12時間生配信やりますけど、たわしさん模試。で、次はさよなら答申。ああ、相変わらず強いですね。で、次は252回トイック結果発表。おお、トイック結果発表強いですね。で、炎上後の英語長文背景知識講座ね。これリスニング講座終わったらちょっとね、次の再開していきますんで、これが10位までで、で11位がキャンとエボというの違い。まあこれ10月1日に出てるというのもありますね。で、12位が8月の収益公開か。まあ、で、次がいよいよあのですね、成功問題対策講座って僕の授業が始まったやつですね。授業のやつはやっぱり再生時間が長いですね、圧倒的に。再生時間が長ければその分広告も見られるので、だから再生数少ねーってね、皆さん思ってるけど、結構再生されてるやつよりも収益が高かったりするのがある。え、これ再生数こんだけなのに他の動画より全然収益が高いじゃんみたいになってるのもありますね。やっぱ真面目にちゃんと見てくれる人は見てくれるっていう感じだと思いますね。はい、こんな感じになります。さあ、どうだったでしょうか。来週かな、いよいよ最後はね、年収発表になりますので、果たして私は YouTuber としてどれだけ稼いだのか見ていただければと思いますね。まあ教育のね、無償化をって言ってすごいやってるの、それも変わんないんですけど、それのためには僕自身にお金がめっちゃあります。やっぱ協力してくれる人たちもね、ほんと分かった、今年よく分かったよ、世の中お金だっていうのはめちゃめちゃ分かった。協力してくれる人もお金があれば協力してくれるし、めちゃめちゃ動いてくれるね。お金がないとほんと動いてくんない。まあその現実をめっちゃくちゃ痛感したのが今年でした。で、結構やっぱ人望だけでやってきた人間だったんで、いや世の中甘くないってことを本当にね痛感したので、ぜひ皆さん見てください。私いろんなことこれからもねやってきますので、まあ立て続けに発表になっていきますので、来週とかね本当に発表だらけになると思いますけど、そう、炎上で発表できなかったことを次々言っていかなきゃいけないので、発表だらけになるとは思いますが、楽しみに待っていてください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.